チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤マリーナです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、韓国で21世紀の慰安、YT 問題の実態、についてです。おばあちゃん、おじいちゃんたちのワクチンの予約ができたようです。近所のおばあさんのデマ情報やら、いらない情報やらも手伝って、大わらわだったとか。まだまだ心配なマリナです。今年に入って散々話題となった、米ハーバード大のマーク・ラムザイヤー教授の、インターナショナル・レビュー・オブ・ロー・アンド・エコノミクス誌に、掲載の論文では、慰安婦が当時、政府規制下で認められていた国内 YT 婦の延長線上の存在であることを理論的実証的に示していました。そして朝鮮 P 慰安婦も日本 P 慰安婦も公認の YT 婦であり、日本軍に拉致され YT を強いられた性奴隷ではないこと。慰安婦をめぐる問題点は朝鮮における募集業者にあったことが指摘されていました。ハワイ大学のチズコアレン博士が執筆した東アジアでの韓国の形成、韓国史の中では、韓国 P ブローカーが貧しい朝鮮 P の家庭から女性を斡旋する方式を取った。1930年代、朝鮮 P の YT ブローカーらは、より多くの利益を得るために朝鮮 P の YT 婦を満州や日本、中国に送った、と記述されています。ここまでは、1930年頃の昔の話です。さて、時は2021年、現代に。先の論文や、歴史書に関する話題も、2020年から始まったのですが、この先の話は、今でも韓国国内では、とんでもない、YT の問題が、起きているというものです。5月28日の朝鮮日報の記事です。オフィスホテル、50室借りて、東南アジア出身女性80人雇用、1万3000人に YT、キョンギ道。キョンギ道一帯のオフィスホテルを借り、女性80人余りを雇い、男性客相手に、1万3000件余りの YT を、行っていた斡旋組織が検挙された。景気南部署は27日、オフィスホテル旧物件で、客室49室を借り、コールセンターを設置するなど、組織的に犯行に及んでいた16人を検挙し、総責任者の30代の男ら6人を逮捕した。調べによると、東南アジアで旅行会社を経営してきた総責任者の K 容疑者は、新型コロナウイルスの影響で事業に行き詰まり、韓国に戻って買収斡旋組織を作った。K 容疑者は、別名、ママと呼ばれるエージェントを通じ、YT 女性80人余りを確保し、昨年8月から、4人、インチョン、ウィジョン部、クンポなど、キョンギ道各地のオフィスホテルの客室を借り、売春ビジネスを始めた。一室には、コールセンターを設け、24時間体制で男性客の電話を受け付け、客室に案内していた。東南アジアで旅行会社を経営してきた人が、何やら簡単に始められるビジネスのように見受けられます。ということは、これは氷山の一角だろうということが、推測できるということですよね。新参者が派手に動きすぎたのか、ミスをやらかしたのか。で、推測できると、言いましたが、韓国ではかなりつい最近まで、売春が、合法的なものだったということで、それが鎮火しているとは言えないし、非合法で、闇に潜ったと者が多数あると見るのが正しいかと思うのです。2004年、韓国政府は、YT 特別法を制定し、YT 一掃作戦に乗り出しました。ミアリや、チユンヤンニといった、有名売春街は摘発され、壊滅しました。そして、韓国 P YT 婦が海外流出したのです。ずっと、商売、として認められてきた、売春。それで生計を立てていた韓国の女性たちは、仕事を奪われた形になったわけです。ずっと、売春は、商売だったんですね。
今回の2021年5月の摘発でも、売春斡旋組織が登場したように、昔からそういう商売のノウハウがあるんだろうと思います。一方、2004年の韓国 T のバイティーフたちは、海外にその職を求めたわけです。2012年頃で、世界に8万人、日本には2万人いると言われていました。さて、この女性たちは、韓国から無理やり連れて行かれたのでしょうか。2012年にも、日本で流行した、韓流デリヘルをめぐって、韓国メディアが人身売買と批判したという、記録があります。LA で、毎月逮捕されるバイティーフの9割が韓国 T と、韓国紙報じる、なんていう記事もありました。韓国では売春の摘発が強化されたが、なくなるどころか地下に潜り、さらには輸出までされて、ますます世界から白い目で見られている、という内容の記事です。確か、この頃ハワイにもいっぱいいるって聞いたことがありました。2013年の記事タイトル、韓国 T バイティーフ、米国内 23.5% で圧倒的シェアに。2017年の記事タイトル、1日12時間、平均5から10人を相手に、アメリカで遠征売春に勤しむ韓国、貧困女子の現実。すごいですね。しかし、韓国では、2015年には、売春不専任が、生産業大国、汚名返上には、合法化しかない、と叫んだデモです。少数の弱者である性労働者たちの人権と、生存を脅かす悪法、性売買特別法の廃止を希望する、などと書かれた決議文を発表し、自発的な性売買の合法化を求めたそうです。当時の記事の締めくくりの一文は、韓国が、生産業大国の汚名を返上するために残された道は、もはや性売買の合法化しかないのかもしれない。さらに、2015年の産経新聞の記事によれば、売春を罰するな、韓国で売春処罰違憲論争、女性元警察署長も限定的容認すべし。韓国で売春を罰する法律は、違憲か合憲かが、議論を呼んでいる。違憲派は、性的自己決定権や、職業選択の自由を犯す、として限定的に売春を認めるよう求めた。何度捕まっても食べていくため、この仕事をしなければならない。労働力を売って、金をもらう厳然たる職業だ、と主張。売春を一部合法化すれば、子供や女性への性的暴行も減る、と叫んでいたとも。よく、戦時の際に、なぜ慰安婦を求めるのか、という理由によく、これと同じ内容が登場しますが、当事者からのご発言というのも、これはこれはって、感じです。まあ、最古の職業と言われていますが、21世紀になって、売春は女性の基本権、という訴えがなされた国は、そうないでしょう。ハワイ大学のチズコアレン博士が執筆した、東アジアでの韓国の形成、韓国史、の中で、ブローカーが、貧しい朝鮮 T の家庭から、女性を斡旋する方式を取った、と記された内容を裏付けているとも言える。売春、を職業として、しっかり定着させている女性たちもさることながら、1930年代、朝鮮 T の売春ブローカーらは、より多くの利益を得るために朝鮮 T の売春婦を満州や日本、中国に送った、という記述も結構納得してしまう文化というか、そういうもの、感じますね。で、1930年から2004年、2015年を経て、2021年5月摘発における流れで、未だにその活動は収まっていません。2021年、アトランタの韓国系マッサージ店で銃の乱射事件がありましたが、そのお店もそれ系だそうです。韓国の売春ブローカーの手口は、韓国 T 女性に限らず、むしろこちらこそが強制的だったりするらしく、SNS を通じて、女性を韓国へ招待し、売春させる行為がブラジル、カザフスタン、タイ、ベトナム T 女性などに、及んでいるのだそうです。手口は、パスポートを取り上げ、航空代金など旅行代金を返せと脅迫し、監視付きの監禁状態にして、強制的に売春させられていたというもの。
さらには韓国で整形手術などで多額の借金を負い、返せなくなった女性たちを、世界各地のコリアタウンの売春小屋に、送り込んでいるという話もあるのです。摘発された案件では、渡航費の飛行機代、宿泊地代などを、違法な高金利で貸し付け、現地でいくら売春しても、借金の完済ができないようにしていると言います。世界ルートの組織は完全に出来上がっており、こうした世界規模での、地下経済の GDP は日本の何十倍にもなり、韓国経済を一方で、強固に支えている、とも言われています。日本人も多くが、K-POP だ、韓流スターだと浮かれ、違法にソウルなどに留まっている若い女性たちも多くいるようで、滞在費稼ぎにつけ込まれ、こうした連中に利用されているケースも少なくないというのです。日本からは、慰安婦問題などと、大嘘をついて大金を巻き上げ、恥ずかしげもなく、買収を認めろという、氷山の一角を摘発しても、ブローカーも女性たちも、ある意味、一枚岩ではどうにもなりませんね。そこへ持ってきて、これぞ本物の、強制連行ですものね。ちょっと、もうついていけない感じです。働く細胞、2、を見終えました。1、見てないのに。癌細胞と戦う免疫細胞さんたちの戦いに感動し、乳酸菌たちの凄さに感激したマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。